マイナス10キロ、綺麗に痩せる佐藤すみかです。ダイエットに超おすすめのリンゴ酢。あなたはどのように召し上がっていらっしゃいますか？私もね、リンゴ酢大好きで、毎日飲んだり、お料理に使ったりしてるんですね。でも、中には、酸っぱいのが苦手とか家族がなかなか飲んでくれないなんてお悩みもないですか？そこで今回この動画ではマイナス10キロ痩せてリバウンドなしの私がおすすめする、さらにリンゴ酢のダイエット効果を高めてくれて、しかもめちゃくちゃ飲みやすくて美味しいリンゴ酢ドリンクのレシピがわかるんです。もしリンゴ酢をもっと美味しく飲んで健康的で綺麗に痩せたいな、またご家族の健康のために飲んでもらいたいなとお考えでしたら、ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。マイナス10キロ、美味しすぎるリンゴ酢ドリンクレシピをお伝えします。話の流れはこちらです。1つ目、なぜこのレシピで痩せることができるのでしょうか、その痩せるポイントと、2つ目、ダイエット効果が上がります、美味しすぎるリンゴ酢ドリンクのレシピ、詳しくお伝えしていきますね。それでは1つ目の項目です。なぜこのリンゴ酢レシピで痩せることができるのでしょうか、その痩せるポイント3つあります。1つ目です。このドリンク飲まれますと、あなたの腸内環境がもうちゃんと整うようになります。なぜか、それは痩せ菌と呼ばれる善玉菌たちが安定するからなんですね。やはり腸内環境が悪いまま、どんなにダイエット頑張ってももともと太る体質のままですから、結局満っていうのはリバウンドです。しかもやはりこの腸の蠕動運動ですね、元気にしてあげることができるのがこのレシピの最大の特徴になりますので、ぜひお楽しみに。そして2つ目、太るもと血糖値の急上昇をぐっと抑えてくれる効果があるのはこのドリンクということになります。どうしてもね、飲んだり食べたりしますと血糖値が上がります。そこを最大限ですね、抑えていくことで、その間脂肪を溜め込みにくくすることができますから、ぜひこちらリンゴ酢の力を使って抑えていきましょう。そして3つ目、あなたの代謝が上がるんですね。これすごく大事ですよ。やはり誰だって年々年を重ねれば代謝は落ちていきます。でもそこで諦めずにですね、しっかりと、もちろん運動でもできますが、こういったドリンク飲むだけで代謝が上がってくれたら一石二鳥だと思いませんか？では2つ目の項目です。ここからは美味しすぎるリンゴ酢ドリンクレシピということで、それぞれが持つ材料の痩せ効果、材料、作り方、痩せる飲み方、注意点についてお話しします。もう何といってもまずはメインはリンゴ酢になりますよね。でここでなぜリンゴ酢なのかなんですけれども、たくさんあるお酢の中でもダイエット効果が高いのがこのリンゴ酢になります。なぜか、あなたの腸の運動、蠕動運動をとってもね、活性化してくれる成分、酢酸が一番多く含まれているのがこのリンゴ酢だからなんですね。で他にももちろん脂肪を燃やしてくれたり、代謝を上げてくれたり、結果脂肪をつきにくくしてくれたりということですね。これがリンゴ酢の効果です。で先ほどお伝えしたばっかりですが、血糖値の急上昇も抑えてくれます。そして満腹感も安いんですね。暴走する食欲を抑えてくれる効果もあるのがリンゴ酢です。そしてカリウムも入ってますから、むくみ改善効果にも期待ができるというのがリンゴ酢です。では2つ目の材料はこちら、リンゴ 100% のジュースを使っていきます。でここがポイントなのが、無添加でお願いします。リンゴジュースたくさんありますが、無添加のリンゴ果汁 100% できればオーガニックとかね、国産のリンゴ果汁使っているものがベストです。でリンゴってすごいんですよ。脂肪の蓄積をね、抑えてくれるポリフェノールが入っています。でまた便秘改善のペクチンもたっぷり含まれているのがリンゴになります。もちろんね、ご自分でこうリンゴを吸った、ジュースでもいいと思うんですが、ちょっと忙しい方は市販のリンゴジュース、無添加 100% であればまずは OK です。そしてむくみ改善効果もある。そしてありがたいのが、フルーツってよくね、お体を冷やしやすいものが多いんですよね。特にこう暖かい地方、南国地方で取れるもの。ところがこのリンゴというのは逆です。私たち女性にとっても嬉しい、体を温めてくれる効果があるのがこのリンゴになりますから、ぜひ普段からもリンゴを積極的に召し上がってください。
そして最後3つ目の材料はこちら、無糖の炭酸水を使っていきます。いかがですか？炭酸水普段飲んでらっしゃる方いらっしゃると思うんですけれども、ポイントは無糖の無添加の炭酸水にしてください。よくレモン風味とかそういったこう香り付けしてある無糖の炭酸水ありますが、あれはダメですよ。ああいった添加物が全くないお水とその炭酸だけ、もうこのシンプルなものを選んでください。できれば天然のお水でできた炭酸水がベストですね。そしてなぜ炭酸水が良いのか、あなたの腸の動き、蠕動運動がめちゃくちゃ良くなるのがこの炭酸水になるんですね。そして消費エネルギーがアップします。要は炭酸ガスが体内に入ることでわーってね、体が反応して、まあ、燃えやすい体になります。そしてね、疲労回復効果もあったり、なんといってもまあカロリーがゼロっていうのがね、このポイントになりますので、ぜひ無添加の無糖の炭酸水を選んでください。ではここから美味しすぎるリンゴ酢ドリンクの材料と作り方、飲み方注意点をお伝えして終わりたいと思います。まずは今回ですね、ダブルリンゴということで、まあ、リンゴジュースとリンゴ酢使っていきます。ドリンクのレシピになっています。材料1人分です。リンゴジュース 100ml、 無糖の炭酸水同じく 100ml、 まあ、半々ですね。そしてそれに対してリンゴ酢大さじ1をご準備ください。でこのリンゴ酢もポイントは無添加ですよ。純リンゴ酢と呼ばれる国産のリンゴ果汁 100% のみ、もうアルコールとかいろんな無添加、もういろんな添加物はね、もう無添加のものを選んでください。で作り方簡単、このたった3つの材料を混ぜたら完成です。ではここから最後にさらに痩せる飲み方注意点をお伝えして終わりますね。ポイントはキンキンに冷やして飲まないことです。もう冷やしていいことない。もう本当にね、痩せたいなら、しかも健康に、お体を冷やす飲み物、食べ物 NG なんですよね。せっかく頑張ってるのに、そこが抜けてたがゆえになかなかね、体が冷えてしまって痩せてないっていう女性の方めちゃくちゃ多いです。もう非常にもったいなくて残念なことですよね。ですからリンゴジュースも無糖の炭酸水も常温で飲まれるとベストということになります。ただどんなに痩せるこのドリンク良いと言っても飲みすぎてしまっては NG です。まあ、最大ね、多くても1日2杯までに抑えてくださいね。さあいかがだったでしょうか。今回はダイエット効果の超高いリンゴ酢を使った、しかもお子様でも飲みやすくって続けやすい、美味しい、まあ、美味しすぎるって書きましたけどもね、ドリンクレシピをお伝えしました。ぜひ日々のご自身のダイエット、そして健康にお役立ていただければとっても嬉しいです。この動画のお話以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録、またコメントいただけますと、もうめちゃくちゃ励みになっています。お待ちしています。それでは次回の動画でお会いしましょう。